はい皆さんこんにちは通信デバイス工学の第6回目の講義を始めたいと思いますでまあ先週と今週と2回にわたってですね物質の発光現象っていうところをかなりえアカデミックにちょっと扱ってますんでまあ先週の話を聞いてちょっと面食らった方もいらっしゃるかと思いますけども量子力学とかいろいろ出てきましてねでただですねえっとまあ この LED 発光ダイオードにしろまあ光ファイバー通信の光源となる非常に重要なデバイスである半導体レーザーですねレーザーダイオードそういったものの発光原理あるいは発信メカニズムをちゃんと理解するにあたって避けては通れないですよねここの部分というのはまあ量子力学量子デバイスですから LED も半導体レーザーも量子デバイスですからまあ多かれ少なかれその量子力学を使ってその原理は 説明できるだからそういうところをまあ,あの本当は理解する必要があるただ皆さんまあ全部そのエキスパートその分野の目指すエキスパートだけじゃないんでどうしても先週と今週のところが難しすぎるっていう方はまあパスしてあのしていただいてえ次回以降からまた聞いて頂いければいいと思いますけどもで,でもこの部分っていうのはやっぱりちゃんと理解しておきたいって人はまあなるべく分かりやすいようにあの解説しますので。 えっとまあついいててきていただければと思います。でまあ先週言いましたように全ての光は原子からまあ出てるというふうに思っていいですね原子っていってもあるいは分子でもあるし半導体を形作ってる結晶でもあるんですけどもまあそう考えていいですねでそう考えるとまあ原子とあるいは物質ですね物質と電磁波つまり光電磁波と光との相互作用を扱う必要があるということですね。 でまあこういった自然現象蛍が発光とか物が燃えるところあるいはおいしさも太陽からの光っていうのは全てこの講義で関係あるのはこの LED とかまあ半導体レーザーのような発光デバイスですねそこからなぜ光が出てくるのかどうやって発光してるのかっていうところをちゃんと理解しようとしたらこの え避けては通れないまあ単に乾電池をつなげばあの光が出てくるとそういうもんだと中身はブラックボックスでですねそういうもんだっていうふうに思って使うことだけに専念するんだったらそれでいいかもしれませんけどもまあ少なくともそのなぜ光るのかっていうところを理解しようと思うとこうこのまあ先週と今週の2回にわたる話っていうのはあのなるべく簡単にですねエッセンスだけお話ししてますけどまともにやったらこれ だけでですね1年かかってしまうんですけども大学院の講義でですね <laughs> まあ,あのエッセンスだけお話ししてます。とは言ってもですね LED がなぜ光るかってすごく難しいんですよ。NHK の番組でですね「チコちゃん」ってありますよね。あのいろんな質問をして大人に意表をつくような質問をして答えさせるっていうようなことで前ですね LED がなぜ光るのかっていうような <laughs> あの 質問が出たんですね。で、五歳の。あの子に何を聞くんだと思ってですね。どういう答えを期待したのかなと。っ <laughs> て、L. E. D. がなぜ光るのって言って、まあ、みんなで答えられないんですけれども、チコちゃんの答えはですね。まあ、電子が穴にパカッとはまるからっていう。<laughs> まあ、気持ちがわかるんですね。電子とホール、穴っいうのはホールのことで、電子と。ホールが採血をすることによって。光が出るんだって言いたいんだと思うんです。果たして、それで。 その,あの本当のメカニズムをちゃんと理解してるのかどうかってまあほとんどの人が文系の人はそれでいいのかもしれませんけどもやっぱりあの工学部の人がこの半導体デバイスをちゃんと学ぶ意味においてはその回答じゃちょっといくらなんでも情けないということでですねまあちゃんとそこをあの扱いましょうっていうことで。 なぜ物質から光が放射されるのかって LED に限らずですねでそういった物質の発光現象を扱うには物質と光、まあ、電広く言えば電磁波ですねその相互作用のメカニズムについて学ばなければならないこういった分野は、まあ、いろんなテキストはもう今ではあります。 ヤリフの教科書とか我々が勉強したマルクーゼの量子電子工学といろんないいテキストはあるんですけどもまああのそれもものすごく難しいですあのですからえまあエッセンスだけですねまあえと皆さんが将来その分野を本当に学ぼうと思ってですね学ぶときに何かきっかけになるようなお話をしていきたいとかこういうことなんだとこういうテキストで勉強すればいいんだということを をまあ,あの分かっていただけるばいいと思います。それを前回と今回の2回にわたってまあ、エッセンスだけをお話ししてますのでで、こういうもこういった現象ですね。物質が発光するメカニズム。まああれ広くまレーザーもそうですけども、物質と電磁波光光でいいですけどね。光との相互作用を扱う。学問っていうのがあります。それが量子力学に基づいて、量子力学と電磁気学に基づいてまあ構築されている量子電子工学という。 分野で,すねでまあこの辺は電磁気学ですけどもラザ・フォードが提唱したクラシカルな水素原子のモデルっていうのは非常に不安定ででボアがニールス・ボアあが提唱したモデルっていうのは量子力学っていう意味順位が量子化されているっていう仮説を導入してですねえ提唱したモデルっていうのが正しくそれを説明できるということですね。 でえっとこの辺のお話をしましてでそもそもですねそういったえっと物質と電磁場との相互作用ですねを扱う方法としては大きく分けて3通りあるとで全部古典量子力学なんて一切使いませんとえ物質を古典的に扱う電磁場も古典的にまあ古典的電磁場を古典的っていうのはマクセル方程式ですよね波動として扱うそういった 古典的全古典全部古典的に扱うモデルっていうのは残念ながら光の誘導なぜ物質が光るのかということは説明することはできないんですね。吸収は大事に扱います。ドルーデモデルっていうまあプラズマ吸収のようなモデルでですね、光がそのプラズマプラズマ吸収を起こしてですね、ま金属とかですね、あれ半導体でもいいんですけど自由電子によって吸収されるそれは説明がつくんですけども、そもそもこの 発光まあれ、まあ、れば量子化された順位ででの発光ですねもちろんクラシカルにこの電磁波の放射っていうのはアンテナの古典電磁気学でもですねアンテナからですね電磁波が放射されるダイポール放射っていうのは全部クラシカルに何も量子力学使ってませんけどもアンテナから電波が放射されるっていうのは古典論で扱いますね。それれは、えーまあ、連続的なスペクトルで放射されますけども 何もそのアンテナを量子,量子論ででで扱っていいるわけではないですねただえ半,導体中半導体とかですねその半導体の量子構造っていうのを考えないとそのスペクトルの説明はできませんしそういった意味でまずですね半固典論2つ目の方法は少なくとも物質は量子化さしましょうと半導体中での電子ではですねまあ電動体と可電子体のようなような順位のモデルを考えてですね 量子化しますただし電磁場光の方はまあマクセル方程式古典的に扱うこういったモデルがま,ああのまず第一段階としてあの学習します、まあ、先週と今週にわたってやりますけどもや,りあのや,ってやってるわけですけどもそれでは光の吸収はもちろん扱いますし誘導放出というまあレーザーの原理において非常に重要な こうメカただしですね自然放出とってレーザー発信とは違う自然界での発光っていうのはほとんどこの自然放出で起こってましてこれを説明することはこの反古天論では残念ながらできません。でそここの自然放出をも含むこういう光の吸収発光放出をちゃんと説明する理論としては 物質も電磁場も量子化した全量子論をちゃんと、えー、学ぶ必要があるというところをお話いし,しました。でまず最初にですねまずこれやりますけども、えー、これもものすごく難しいですからまあその後にあのやりますけどまずえ先週と今週にわたってこの半古典論まあ比較的優しいまあそれでもえ皆さんにとっては多分大変大変かと思いますけども、えー、学ぶ半古典論物質半古典論というのは 物質は量子化しますけども量子論で扱いますけども電磁波はクラシカルなマクセル方程式ですよということでま,あまず電磁波の記述はマクセル方程式これがマクセル方程式ですよね。でそれで記述しましたということでこの辺先週やりましたけども空論,空論ゲージで扱うと。でえとただし電子は 量子化しますのでまず電子をですね量子化する手法としてこういう電磁場がある中でこういう電磁場はここではベクトルポテンシャルとして扱ってますこれが電磁場ですね。その中でたった1個の電子が運動しているような状態そういうのはまあ量子力学的にこのエネルギー電子のエネルギーを電磁場の中に1個の電子が泳いでいる状態。 まあ泳いでいるっていう言い方はちょっと適切じゃないかもしれませんけど相互作用をしている状態のハミルトニアンというのはこういうふうに与えられてですまあその電子,系を電子の方はですねこういう電気双極子っていうものを考えますエレクトリックダイポールモーメントですねこういうまあ半導体中での電子ホールペアでもいいですし。 半導体中であればこれがで、えー、とホールでこちらが電子電子とホールがペアとなって、まあ、その場で回転しているという回転しているって言い方はあれですけどこの入っててくるる電磁波とと共鳴を起こしているとでこしれ水素原子とかそういう気体分子の場合はこういう何も電波が加わ,れば加わらなかったらあの中心原子核と電子の、まあ、中心はほぼ一致してて。 ますけども外からで電波が加わるとその電波によってこの原子核の中心とその周りを取り囲んでいる電子の雲ですねその中心がこうずれますよね電解によって電子がこの電解と反対の方向にシフトするで原子核はまあ重たいんで動かないこういうふうにこういうふうにまあ分極電子雲の偏りが生じてそれを分極っていってますけどでこれが非常に軽いんで電子がで,で,で 外から入ってきた電,子電波に共鳴しまあに連れてこうくるくるくる振動これが正限波的に振動すればこの電子の雲もくる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 このダイポールモーメントが回転するわけですよね。でそれがまあ共鳴というような電子現象なんですけども直流電波だったらこれが動かないんですけども外から入ってくる電波の振動に応じて 動くとまあそういうメカニズムで扱いますか電気双極子という電気双極あ,、まあちょっと大胆な禁似なんですけどもそういうふうに考えないと難しいここに先週言いましたけどエンジニアで扱う現象っていうのは難しいんでなるべく本質的なものだけエンセンスだけ抽出してなるべくシンプルなモデルを構築するということが大事ですよってそういう能力が ある人が本当に優れたエンジニアってに言えますけどね。まあ金字を大胆に使ってくださいと。ただその金字の使い方を誤ったらだめで、あの大事なと項とか大事な現象を見逃しちゃったらそれはあのダメなんで、大事な現象は見逃してはいけない。本質的に重要なものはちゃんと取り入れた金字をシンプルなるべくシンプルなモデルを取り入れるということですね。 ちょっと先週のおさらいでじゃあ半導体中はどうかという先ほどもお話ししましたけれども半導体中でも電極双極子っていう考え方は妥当ですなな。なぜかというとまあ例えばシリコンのようなあの半導体でもいいしまあインジウムリンとかガリウムストのような化合物半導体でもいいんですけど電子がこう化合え共有結合ですね共有結合で隣同士の原子と手を結んでるんですけども。 まあ熱中には熱的に室温付近でもその熱,熱エネルギーによってこの結合の点がは外れることがありますね。でそれを外れるとそこの共有結合が外れると電子がを供給されてえ結合してる電子が外れて自由に比較的ある意味自由に動き回る。でも完全な自由ではなくてですねこの結合が外れるんですけどもそのえー もともと飛び出した原子の周りにまあ緩く束縛されてこの周りを回るようなそうするとこ,れこの電子とこのホールこれをホールっていってますけども過電子過電子体にはこのホールっていうのが存在して電体には電子これが電気双極子を形作ってでまあ入ってくる光入ってくる光の電波とまあ共鳴することができるようになるとまあこういった半導体中の電子をホール アも電気双局子とみなすことができるんでまあ LED とか半導体レーザーはそういうモデルを考えていればいいいずれにしてもその電気双局子とまあ電磁場との相互作用ですねアンテナの場合もまあ,ある意味で電気大ポールですねアンテナも大ポールとから射放射される、えー、電磁波、まあ、量子量子化はしてません量子論は使ってませんけどもクラシカルな電磁気学でもアンテナっていうのは電気双局子と。 考えられますそこから電磁波が放射されるっていう話をクラシカルな古典的な電磁気学ではやりました。ということでまあ,あの量子化するには量子力学をちゃんと使う必要がありますけど多分この,中あのこの講義をお聞きの皆さんの中には量子力学をちゃんと勉強してない方もあのいらっしゃるかと思いますがまあ 正直言って量子力学を学んでないとこの話は分からないんでまああのうーん昔はですね我々のことってのは量子力学っていうのはきちっと講義したんですね半導,半導体工学とかですね物性論もしっかり事、えー、業としてやったんですけど最近なんかその辺がちょっとおろそかにされてますよね。でまあ 日本の半導体が弱くなったのもそういうところもあるのかもしれませんけどもまあ別にそれ以外にももちろん AI とかですねいろんなプログラミングとか学習しないとダメなんでその電磁気学とか量子力学に避ける時間っていうのは残念ながら少なくなってきてだからそれが量子力学はちゃんと勉強してない理由なのかどうかは分かりませんよ。ただ量子コンピューターっていうのも最近出てますから情報の人でもやっぱり量子力学知らないわけにはいかないんじゃないかなと でこの量子力学でもですねあのまあ初,初等量子力学,学ではシュレーディンガー方程式を使って波動関数で扱うんですけどもまあ本当に量子力学を使おうと思うと使,う使える量子力学っていうのはこのリラク表記履落表記の方が、えー、使いやすいというこういうブラケットを使ったですねまあ本当はそれを身につけた方がいいです。ということで、えーまあ、この講義もちょっとそれを使ったあの えー、いろんな式変形なんかをやってますけども、もまあ、量子力学を学んだことがない人は、そもそも何,何をやってるのかわからないかもしれませんでですから。まあ、先週と今週の話はちょっと飛ばしていただいてもいいです。そこはもうわからないということであれば、その2回分はまあ端折っていただいて、また来週から聞いていただければいいと思います。まあ、それでもちゃんと単位は取れるようには、あのレポート問題出しますので <laughs>、えっと。 はい、それでですね、まあ、ちゃんとここをしっかり勉強しようという人は少しおあのエッセンスだけお話ししますのでお聞きいただければと思います。そこでですね量子統計まあ先ほどの、えー、っとシュルディンガ方程式はあのハミルトニアンは電磁場の中に1個の電子がある話ですよね。たあの単体,多体問題でも単体の問題それを実際はですね電流とかですね、まあ、でいろんなそういう。 発光現象でもそうですけど複数の原子が関与している現象ですので統計的に扱う人が必要がある一個一個に対してはそのシュレディング方程式でいいんですけどもそれをですねじゃあいくいく複数ある原子の一個一個にシュレディング方程式を立てて解くのかっていうそれはできませんのでこの統計論的に扱うですねそこでこの量子統計というのを扱う手法として密度 密度行列っていう手法を行列てのは統計力学で出てくる手法ですけども <laughs> そこでこの集団としての振る舞いをですねえアンサンブルアベレージっていうようなこの密度行列に基づくですねえ集団平均それでまあ期待値の期待値の平均のような概念を導入しますねアンサンブルアベレージ。 そこでまああのそのアンサンブルアベレージある物理上に対するアンサンブルアベレージっていうのはこういうふうに表記できてトレース密度行列とその物理上の演算子のトレ,トレースですね対角は劣ったものそれで表現されるということを先週お話ししました。そういういい集団としてのですね振る舞いを あの扱うためにはこの密度行列がどういうこの密度行列がですねどういう時間発展をするのかというところを扱えば密度行列の運動方程式って呼んでましたけどそういうものを扱えばいいんだっていうことをお話ししましたね。密度行列の時間発展をを記述すするような運動方程式と言ってもいいんですけどもそれを でこれがそうですねシュレディン方程式からを使ってですねこの密度行列が時間に対してどういうふうにこれハミルトニアつ1電子系の1つの電子と電磁板の中に1個の電子が存在する場合のでもこの集団としての性質はこの密度行列の方が持ってますその密度行列が時間的にどういうふうに発展するのかっていうふうに扱ってやればいいという話ですね。 です電気双極子,子と相互作用がある場合の密度行列というのはまあこういう形で与えられますね密度行列の時間運動方程式というのはですねこの H0 というのは周ハーミルトニアンでまああの電磁波と相互作用していない場合ですねこれ R というのは電気双極子モーメントでしたね。ということでこれ,これの、えー 時間発展各要素ですねこの密度行列の成分密度行列の要素 MN 要素の時間微分まあ時間発展がどうなるかっていうふうに記述してやるとまあこういうふうに与えられますま。最終的にですねえっとこれですね最終的に密度行列の MN 要素の時間的な まあ運動方程式っていうのはこういう式で与えられるこのオメガ NN っていうのはこのこういうものでえっとこの M とか N っていうのはエネルギー固有値ですねエネルギー固有値でこの WN っていうのはその固有値エネルギー固有値ですねこの M と N っていうのは状態 N エネルギー固有状態でーハミルトニアンのエネルギー固有状態無接動ハミルトニアン 電磁波と相互作用してないない場合、周波数節がない場合のこういう状態です。その wn はそのエネルギー固有値になります。ですから、順位 n のエネルギーと順位 m のエネルギーの差が。このオメガ ml ということになりますね。で、これはで双極子モーメントでしたね。r はですね。というふうに先週ここまでやったところ、ちょっとざっとおさらいしました。非常にちょっと難しい。あのと思われた。 かももしれませんけども先ほど言いましたようにまあここの分野をちゃんと,えと学ぼうと思う人はこれ理解するもちろん理解する必要があ,るありますけどもまあそもそも量子力学やったことない人はま分かるわけないと思いますのでまあそこは何度も言いましたようにこの前回と今回2回分はまあパスしていただいて構いませんただえここをちゃんと扱う必要がある人あるいは勉強したいという人はあのなるべく分かりやすく説明しますので。 お聞きいいただければと思いますで先週導いたまあこれがそのきちっとの集団としての電子の振る舞いに対してまあ,統計ある意味統計的にちゃんと量子統計を基づいて導出した運動方程式なんでこれをまあ実際にですね具体的に二順位形先週まで先週まで導いた方程式はまあ M と N と順位としてですね まあいくつあるか分かりませんけどもこれ一般的に M とか N っていうのは量子順位ですよね。例えば水素原子なら水素原子の周りにあのが一番外側の回っている原子としてエネルギー順位がいろんな順位がありますよね。それが何個あるか分かりませんけどもそれに番号をつけている、M、N 番目 N 番目というふうにそのエネルギー順位です。 いるでこれはその準位と準位のエネルギー差ですね周波数各周波数に h バーをプランク乗数かけてますからそのエネルギーのでデルタ i e のことですよねということでまあこれからですね例えば半導体中の電まあ電導体この電導体と加電したいという言い方をすると二順位系としてまあ仮想的に二順位系と見なせますね半導体中での電子状態というのは 電体コンダクションバンドとバレンスバンド体の二位とみなすあるいは水素原子でもですね一番外側の2つだけ考えれば実際にはその内角にはたくさんの電子のエネルギー順位があるんですけども実際水素原子とかヘリウムとかネオンとか気体が発光する場合っていうのは一番外側なんでほぼその外角のまあ電子の軌道の間を電子が飛び移るときに光が吸収されたら 発光あの発光されたりするんでほとんど中側の原子っていうのはあんまり発光には寄与しない一番外側だけ考えればいいんで一番外側のその2つの順位だけ考えてもいいとするとそこでこの繊維2つの順位間を電子が繊維トランジションするときに出てくる発光スペクトルが線スペクトル特徴的な線スペクトルになるということでまあその二順位間を 気体ガスであればそういうふうに一番外側の2つの順位を考えてもらえばいいし半導体であれば上がこの B が電動体で A が過電子体いというふうに考えてもらえばいいそういう意味で今回はこの二順位系に特化してですね物質はこの二順位系なんだと物質でそこから出てくる電子のあ電子じゃ光ですね光の各周波数は こここういうううういいい H バーオメガ BA というふうに考えていそのこのこれは電磁波ですね電磁波と二重位系の物質との相互作用について扱いましょうということですね話を簡単にするためにエネルギー順位が2つしかない二重位系において電磁波との相互作用を考えるとしますで上側の順位これを励起順位ですね励起されエネルギー的に励起された順位で下側をまあ規定順位としてますで電子がこう 上逆に冷気状態から冷気順位から規定状態規定順位に遷移するときにエネルギーを放出して光が発光が起こるということです。で前の式は一般,化一般で m とか n とかっていうふうに書いてあったんですけども順位が2つしかないんで m とか a とか N の取り入れる値ととししては A B しかないですね順位はもう A と B しかないんでまずですね上側順位を b, b とします下側順位を A としますそうすると前の式において M とか N はもう A とか B しかないまあ共に全部 B の場合ですね M も N も M も N も, M も N もまず b, b, b の場合 B b とした場合はこの式っていうのは共に B にしてやるこの M も M も B って入れてやると こ,れイコールここはローの BB の BB 時間微分ですねここは mbbb b というふうになってまあこういう式になりますね。でここでオメガの bb っていうのは考えてみれば分かるんですがこういうもんでしてねですからゼロですよね。これ順位差がないんでオメガの bb っていうのはこういうふうにオメガの bb ってこれですからオメガの bb っていったらもうゼロですよね。 でから周波えとそのエネルギー差がないわけですからそういったものはゼ0当然オメガの AA もゼロですね。であと双極子の R のですねこれの AA とか BB っていうのはこれも一般的な倍数はゼロとなってこれ電気双極子モーメントを考えるときに電気双極子モーメントっていうのはえと電子とホール。 つまりこちらに電子ってこちらにホールがあってこれで双極子ですよね。でも上側にだけで双極子、上側順位だけでの電気双極子、下側順位だけの電気双極子っていうのはちょっと考えにくいんで、こういったものもないですよねゼロですね。上側順位だけで電気双極子を構成している、下側順位だけで電気送局紙そういうものはなくて必ずこの上と二順位系であれば上と下にまたがって電気双極子はあるんで、まあこういったものも ゼロとみなせる。そうするとですね。まあこれらはゼロですね。ロー B. B. これらはゼロですね。となると、でこれも。ゼロですから。ローの B. B. というのは。これゼロで、残るとはこれとこれしかないんですよね。これとこれかな。とこういう式になります。でローの A. A. も同様に考えて。こうなりますね。ローの A. A. もこうなりますね。 えっとで今度はローの BA とかですね M が、えー、っと M が B で、A、N が A かないった場合はどうなるかっていうとそうすると今度は今度はこれはここは残りますね AB だからゼロではないしこ,うここは AA かなあと BA とかこうなってこれはゼロですねこれはさっきの話で、えー、またがって順位下にまたがま電気双極子っていうのはまたがって存在するもんだからこれはゼロで。 こうなりますしこのローの AB というものはこうですね。でも密度行列としては二順位の場合の密度行列としては 2×2 デンシティマトリックス二順位の場合は密度行列には 2×2 の行列なんで要素としてはこの4つしかないですよね。でこういうこれ,これで密度行列の二順位形としてはこの4つの要素がこういう式で与えられるということで,でローの BB とかローの a っていうのは何なのか。ちょっと考察。これローの b b。上の順位。b ってのは上の順位ですね。ローの b b とかロー a は下の順位ですね。これはそれぞれ。上側および下側順位の電子分布を表して。なぜなぜならば。トレース。密度行列のトレース、前これ。密度行列の対角はトレースは一台。っていうことで並びました。つまり。 上側順位の電子密度と下側順位の電子密度足したものは当然1電子はどっちかにいるわけですよ上側にいるか下側にいるかどっちかですから上側,上側の密度とこれはだから電子が上側に存在する上側順位に存在する電子密度これは下側順位あ逆だったごめんなさい B が上ですね B が上側の順位のそれ A が下側順位ですいずれにしてもその和は1ですからトレースの対角は和は1になるはずですね一方 ロー A とかロー B っていうのはこれはそういう意味だとロー A とかロー B は上側順位の電子密度だって分かりやすいですねじゃあこれ2つにまたがってる上側と下側にまたがってるのって何だろうとこれは電子密度ではないですねこれは電子密度だっていうことはまあ物理的に分かると思いますけど上側と下側にまたがってるローって何だろうつまり密度行列の非対角成分 のこ,とです、ね、これっていうのは、ね、密行列の非対角成分って何なのかっていうこれの物理的な意味はちょっと難しいかもしれませんけども量量子子コヒーレンス量子相関を表してま,すまああのこうやって答えを言うとですね量子,量子コヒーレンスなんだとでそれらでそれらっていうのは時間変換えっとこのこの 第3式と第4式はこのロー a というのはロー,ロー BA とかロー AB っていうのはえっと順位間の量子コヒーレンスっていうのを表しているんですね。その量子コヒーレンスって概念がちょっと分からないかもしれませんけど分かりにくかもしれませんけどもそれが時間的に変化している割合を表しているんですね。量子コヒーレンスがまあ一般的には失われていきます。量子子子子子コヒーレンスとといいうのはいろんな格子とかなんかで電電がが自由電子が格子にぶつかると そのコシーレンスが見られてですねあの失われることがあるんですけどもまあそれの時間発展を表してるんだって時間変化を表してる。この3番目の式4番目の式っていうのはで上の2つの式は上の二つの式は分かりやすいですね上側順位の電子密度が時間的にどう変化するかこれは下側順位の電子密度が時間的にどう変化するかっていうのを表してる。 量子コヒーレンスなんで密度行列の非対角成分は量子,量子コヒーレンスなんでその量子,コヒー量子相関が時間的にどういう変化をしているかっていうことを表してますね。第1式は上側順位の電子分布の時間第2式は下側順位の電子分布第3式と4式っていうのは順位間での量子コヒーレンスの時間変化を記述しているんだということです。ちょっとこれにに関しししててはもう後で補足いまますこの量子コヒーレンス先ほど言いましたように 電子とまあちょっとお話ししていきますとえまず半導体中の中でも半導体中とか気体原子の中にはその電気双極子エレクトリックダイポールが存在しててでまあ電子とホールが半導体中であれば電子とホールがペアを作ってダイポール電気双極子を作ってます。そそれとと共鳴するるような光が入ってくると先ほどお話ししましたようにその 点を中心に電子ホールペア電気装置子が共鳴を起こすんですね入ってくる光と光の周波数オメガに対して同じ周波数で回転を起こしますねところがその回転回転がですねそれで相互作用が始まるんですねでそのこっち側からこっち側にエネルギーが移るか電子系から光にエネルギーが移るかによって光が吸収されるか放出されるかっていうのは決まってくるんですけども。 えっと、それでまあとにかく相互作用を起こします。ところが、その回転運動がですね。いろんな要素によって要因によって乱れることがあります。まあ、これが例えば光子振動炎との相互作用によってぶつかってですね。その回転が乱れると、それをデコヒーレンスって言います。そうするとまず相互作用が起こらなくなって、回転の周期が乱れるんで入ってきた。光ときれいに調和して共鳴して回転して,転している。間は相互作用を起こし起こしますけども、それが。 格子とかなんかにぶつかって回転が乱れた場合、デイコヒーレンスが起こると相互作用できなくなるとか、まあそういうメカニズムが物理的に考えるとあります。で、それによってそのあのまあ後でお話で出てきますけど、のデイコヒーレンスも扱っていろんな光の吸収なんか、そしてこれらの式は光の吸収とか誘導放出、スティミュタミライエミッション、これはレーザーの発光現象です。 一番非常に重要な原理ですけどね。で、えー、と記述しているんですけどもこれらの式は光の吸収とか誘導放出を記述しているんですけども実際にはこの方程式は含まれてないな以下の現象が起ここります、まあ、これだけだとです最初に言いましたようにこれ反古典論で扱っても反古典論っていうのは物質は量子化してますけどもまあ二順位でこう。 量子化されたエネルギー順位で扱いますけれども、電磁波はクラシカルなマクセル方程式で表される古典論ですよね。つまり、反古典論では。出てこない現象、扱えない現象がありますよって。言いましたね。で、一つは、まあ、自然放出ですけど、もう一つ、あの、ポンピングっていう現象。これはもう現象論的に。付け加えないと。扱えません。つまり。えっと。 まあ上側の順位の電子っていうのは上側順位にエネルギーの高い冷気された順位にいる原子電子というのは誘導放出によって下側順位に遷移しますよね。そうするとやがて熱平行状態っていう熱的に平行な状態になるとそういう分布になったらもう発光は起こらなくなってますね。上側順位に冷気された電子は下側順位に落っこちることによって光が発光が起こるんですけど上側順位にいる電子っていうのはある まあ一定の割合でまあ熱平衡状態になったら上側と下側の電子分布はもう一定となってそうなってくるともう発光も吸収も起こらなくなるそういうのを熱平衡状態だから常に発光を LED でもハンドタイレーザーでも発光を起こすためには下側順位に落っこちた下側順位を上に組み上げてやるようなそういうのをポンピング作用ポンピングっていうのまあ LED であればポンピングは電流注入電流を PN ジャンクションに順方向に電流を注入することによって ポンピンピグを行っている半導体レーザーとか発光ダイオードなどでは必ずこの PN 接合にまあ順方向に電流を注入することによってポンピングを行っていますそういうポンピングのメカニズムが先ほどの式には入ってないんですねあと上側の電子っていうのは電磁場が存在しなくてもある一定の割合で光放出で下側順位に線これを自然放出っていいますで先ほど言いましたように反古天論では自然放出はメカニズムは入ってないんでこれもやっぱり入れてやらないとだめです。 ある一定のライフタイムで自然に光と相互作用してなくてもですね自然にえまあ相互作用してないってい言い方はちょっと正しくないですね外の外部電波が光,が光がなくてもですね自然に発光が起こる現象がありますね。これは電磁場を量子化しないとこの現象は出てこないんでまあ,あの後でこれ出てきますその時にこの自然放出っていうのが組み込まれるんですけども。 反古典論ででははそれれが組み込ままないんで自然放出は起きませんだからこれも現象論的に入れるしかないです。あとですね先ほどお話ししました密度行列を動視する場合にまあ粒子同士電子がですね電子同士がぶつかったりあるいは電子が光子心の炎に散乱されたりする場合にそういうエネルギー順位に揺らぎが生じるんですね。 そうすると相互作用ができなくなるんでまあそういったメカニズムですね粒子,粒子の衝突などによってえ電気双極子の調和振動が乱されてしまってえ双極子の振動がですね倍持続まあ減衰していくとこれをデイコフィーレンス電子緩和っていうふうに言ってましてそういう現象を入れてやる必要があるんですね。ここれれはもう現象論的にに入れますのの二重式式で先ほど導いた式に まずポンピング先ほどはですねこの二つの順まず2つの順位にあって上側順位にある電子分布がローの BB これは上側順位の電子分布これは下側順位の電子分布ですねで上側順位から下側順位の電子が遷移するときにこのエネルギー差に相当する光が出るんですけどもこれはあるもう熱平衡状態になったらもうこれ起こらなくなる吸収も発光もバランスされて消耗としては起こらなくなる。吸収も ですから持続的にこれが LED とかレーザーのように持続的に起こすためには下側に起こしたやつを常にこれポンピングっていう組み上げてやるそういう作用が必要ですねこのラムダ P ってこれポンピングレートですね。えっとここに入ってるのはこのロービービー,ビープにプラスにポンピングレートプラス下側にマイナスになっている下側から組み上げて上側に移してるんで上が時間的にこのポンピングレートっていうのは上側の電子密度が時間的に増加する。 ようにこのプラスにして付け加えてます一方下側順位は時間的に時間的に組み上げられるんで吸い上げられるんでマイナスですよね。でこういった項をこれポンピングの項ですね。をまずこれは現象論的に先ほどの1番目と2番目の式かなに付け加える必要がある。それからそれだけじゃなくてこの,この項もですね自然放出上側の電子密度上側の電子密度に比例してある一定のライフタイムこれが 自然放出寿命時間と言ってますけども自然放出による電子の寿命時間まあ縦緩和時間ってまあこれはいいですねこっちを横緩和縦緩和っていう言葉があるんですけどもデコヒーコフィーネスのは横緩和こっちは縦緩和って言ってますけどまあそれはいいとして専門用語はえとにかく自然放出の寿命時間ある一定の寿命で 落っこちるこれは光と相互作用はしていいんですこれは光と相互作用している部分ですねこの電波と相互作用これは電波と相互作用してませんよね相互作用してないんだけどもある電波にかかわらず一定の割合で上側の電子密度に比例して一定の割合で落っこちるでこちらは少なくなるんでマイナスですよねマイナスで下側は落っ,落っこちればその分増えますから自然放出によって下側に落っこちるんでプラスということになりますね 1> でまあ、第1式と第2式はそういうふうに現象論的にポンピングと自然放出の項を付け加えてます。で第3項と第4項はデコーレンスこの式なんですけれども先ほど言いましたようにこの,、えー、2この量子相関電子の相関ですね二重位にまたがる相電子相関というのはこのある一定のまあその電子同士の衝突とか炎によって散乱されることによって デコヒーレンスが失われるとそれをデコヒーレンスといって双極地同士がこの減少していく割合がありますね振動がですねその時間のことをデコヒーレンスタオ D っていうふうふに入れてますこれも現ね。これはどちらも減少する方向で第3式と第4式にストレを付け加えてますけどもこのええー、密度行列の非対角要素に対してですね こういう項を三式と四式に対して付け加えてます。まあ現象論的に。それを導入している。現象論的な補正をした式ですね。でまあそういうモデルを。考えてやると。そして次にですね。じゃあ、あとはあとはですね。これを解いてやれば。この微分方程式ですね。この微分方程式を解いてやれば。こういった値が。まあ求まるんですけども。まずですね。この第四式に着目します。この第四式。 このローの a b の時間発展、時間発展がどうなるのかっていう。これ、これが第四式ですね。この解を求めてみます。で、これは微分方程式を解く問題ですね。微分方程式なんですけれども、まあ、微分方程式の解き方は皆さん習ったかもしれません。これ。非同時方程式ですね。非同時方程式、この電番、この項があるんで。これがゼロだったら。 同時方程式まあ政治方程式とも言うのかな電波がなければ政治方程式になってでこれ政治方程式の解き方は解はまあ比較的簡単これ指数これえこ,ういうこの微分方程式の解き方はこれは皆さん習いましたよねえこ,れこれは比較解の形としては指数エクスポネンシャルっていう形になるんでこういう式で与えるこれは積分乗数 C は2乗数なんですけど。 でこれは同時方程式なんですけども実際にはこれ非同時方程式電場がある場合はこういう形で表されるんで電場が存在する場合非同時方程式なんですけどもこの介護の形としてですねこれこれからちょっと類似してやるとこれはまあ指数関数で,で電波がなかったらですね外から光がはなかったらこの ロー AB とは時間的に指数関数的に減衰するだけなんだと指数関数的に減衰するだけなんで解の形としてはこういう式でいいと,と。この電波があるとですね強制的にそれを振動させられるわけですねそうするとこれが電波によるうだ電波による強制例えばサインかは分かりませんしまあどんな関数かは分かりませんけどある強制振動の項を付け加えてやるとこういうふうに形こんな形をしてるんだっていうふうにまあ あの考えることもできます電話、ね、によってこの強制的な振動が加わるとそうするとこの電話が存在する場合のこの非同時方程式の解はこういう形だと仮定するとこれをここに入れてやって4式に入れてやって解いてやるとまあこういう式になってきますよねねこういうい式になりますす、ね、ってですね。 あのこういうい関係式が得られますこれまあちょっと式の変形大変かもしれませんけどもあとで時間ある時にあの普通には微分方程式の解き方をやってるんでまあえ微分方程式の解き方を習った人は容易にあの理解できると思いますけどもえまあとにかくこういう微分方程式の解としてこういう関係式が得られます。そこでこの電波の形としてですね電波は制限波的に振動していると。 E のこれ振幅ですね、e、の,、e、の iωt でまあ正,弦波の正弦波の電解が変わるとでこちらは複素協約をコンプレックスコンジュメントを足しているんでまあ実部だけを取っていることになるんですね胸部はここで消えちゃって実部だけ実部の2倍が出てくるんでまあ実際の電波っていうのはサインとかコサインとか実数だけなんでその正弦波振動はあの実関数なんで。 こういうい表しし方を前にもやりましたよねコンプレックスコンジゲントを複素協約を足して常に扱うとでこのこの電波をこういうもんだと考えてやってで上の式をですねこの振動しているオメガよりも十分長い時間オメガの振動制限波振動よりも十分長い時間間隔をとってこれを積分してやるまあ定常状態の解を求めてやるとこの U はこういう式でえー 表すことができますでこれをこの先ほどのロー AB の式に入れてやるとまあこうなりますけれどもここでこの積分の時間これよりも十分長い時間で積分してるんですけどもその時間の範囲内であまり長いとだめっていうことですねだからこれよりかはこの振動してるこの電波の一周期よりは十分長い時間なんだけども。 その積分で積分するんですけれどもその範囲内でですねこの電気双極子ですね電気双極子はまあ一定が保たれているとこの値は一定に保たれているっていう過程を基づいて変形してやるとえまあそういう過程はしてますね定常状態なんだけどもそういう過程に基づいて変形していくとちょっと式の変形が続きますのでまあこれあでフォローしていきます くださいとまあちゃんとやるためにですねいい加減なごまかしをしないために式を示すためにちょっとこのスライドで丁寧にやってますけどもまあ,あのこの講義では皆さんフォローできないかもしれませんけども後で必要な時にフォローしていただければいいです。でそうしてこの式の変形をし,していくと、まあ、こういうふうにうーん求まるんですけどもねこういうロ「rhoa-bb」BB、とか出てきてですね まあこ,うこうなるんですけどもここでですねこの部分って考えるとこの τ/d 分の1これ時間がですねこの時間間隔がこの τ/d に比べてでコヒーレンスよりも十分長い時間この定常状態で考えるとこれってこれってもうほとんどゼロになって消えちゃうんでこの第2項この,この項はもうゼロになる。 ゼロと見なせますねそうするとこの式はロー a b っていうのは結果的にロー密度行列の非対角要素 AB っていうのはこういう式として求まりますということですね。だいぶ,だいぶもうシンプルになったんですけどもまだこれをもう少し考察ができる。でさらにこの電波っていうのは順この2つの AB とこの電波はですね2つの順位と共鳴している共鳴電波なんで。 オメガっていうのはこの外から入ってくる電磁場とこのオメガ BA っていうのは共鳴してるんですねこの獣位間はですねそういう状態なんでオメガっていうのはネアリーイコールオメガ BA なんですっていうことがありますねそうするとオメガネアリーイコールオメガ BA ということですねほぼそうするとここはゼロになってしまいますねでこちらはこれに比べるとまあそれなりに大きいですね大きい値そうするとですね こちらは0なんで分母で残るのはこれだけですねこちらはこ,れこちらの分母はこれ,にれこれに比べるとこれプラスこれだから相当大きな値ですねそうするとこの第1項に比べて第2項の分母がとてつもなく大きいんで第2項はもう無視できますちょっと第1項だけこの第1項と第2項と考えるとこれ共鳴してるオメ,オメガは2ルオメガビエダんでこちらはもう0になっちゃうんですけどこちらは かななりり大きい値になりますねこのオメガっていうのは非常に高い周波数な光の周波数なんでまあこれとの大きさの比較になるんですけどまあそういうふうに考察してもこの第2項はもうゼロと考えていいんで残るのはこの第1項だけなんですね。とまいます第1項だけ、まあそういうふうにちょっと考察していく第1項の分母のはほぼゼロになるんでこういう残るのは第1項なんです で同様にしてですねこれでロー a b の密度行列の非対角形 AB が求める今度 BABA BA の方もまあ同様にして求められるんですけどもまあこれロー b a と ROAB の複素協約であるというのはもう分かって分かってますこういう関係があるっていうのは分かってますのでまあちゃんと計算しても同様に求めてもいいんですけどもこれの複素協約を取ってやればいいんですね。この b a こういう関係があるっていうことが実は分かりますので。 これもちゃんと求めなくてロー BA っていうのはこのロー A の複素協約ですからここにマイナスがついてこうなるだけですね。<laughs> ということでえですねえこれでえ求まったそこでこれからですねえっとえここで密度行列の非対角要素は求まったんですけども。 ここで,ですね電磁気学古典電磁気学に皆さん学た学で習った電磁気学で分極 P っていうのはこういう式で与えられましたよね分極 P って。P= イ,コールイプシロン0で電気感受率解 E とこう,いうこういう式で分極 P 有電分極 P っていうのは表されてました。ですからこの解まあここも複素協約とってますこれ,これ実数として扱うためにはこの複素協約を足してますけどもそうするとですねまずこの解 解というのはこれに e のマイナス j オメガ t をかけてそのオメガよりも十分長い時間間隔で積分してやったのこ,のこれにですね e の e の j オメガ t ス j オメガ t かけるとこれ1になっちゃいますねでこっちはマイナス2オメガ t で十分長い時間間隔そのオメガにも積分してやるとこれはくる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 回るんで回転するんで2オメガで回転するんでこの項は 時間積分すすると消えちゃいますねこっちは1ですから定常そうするとす、ね、この時間積分十分長いデルタ間隔で積分してやると、まあ、この解オメガっていうのはこういう式で与えられます一方こちらの方は今度はこれにマイナス e の j オメガ t をかけて積分してやったもんですそれとこっちが消えちゃって2オメガで回転するんで消えちゃってこういう式になるそうすると,、えー、っと解オメガこの解メガこ解オメガはこういう式で その複協約はこういう式で与えられるっていうのが出てきましたね。でもうそろそろ最後あの式が出て,きてもう最後の方になるんで、まあ、大変ですけどねこうやってちょっとあのなるべく厳密に求めてます。ところで相極子モーメント R っていうのはこういうふうに与えられます、ね、電気相極子モーメント R っていうのはこの電子のチャージとその、えー、まあ こういういシフトしたですね距離 R ですねプラスとマイナスの間の距離 R こうやって表されますのでこれを量子力学的な演算子と考えるとこれを量子力学的なこれクラシカルにこう考えこういうふうに表現できるんですけどこれを量子力学的に扱った場合演算子としますこれを。でその電子密度をですね NT としますと分局。 1その一個1一個の電気双極子モーメントがたくさん集まってまあ全体としての有電分極っていう分極っていうのをマクロで表した1個1個はミクロにはエレクトリックダイポールですね1個の電子と1個のホールがペアとなっているまあこういうもんですねそれがえっと複数集まって電子密度分だけ集まってこの分極っていうのをマクロな分極を形作って。ですからこれをあの アアンサンサブルアベレージこの電気装局詞のこれアンサンブルアベレージですねアンサンブルアベレージはこういうもので表されるっていうのは前やりましたよねある演算子のちょっと確認してきますかね先週やったところでここですねえっとこの一番最後の一番下に。 である物理量のアンサンブル平平均均これですね陶芸平均アンサンサブルアベレージがトレースローエ a っていうふうに密度行列をかけてその対角を取ったものトレースでロー a っていう形でそのアンサンブルアベレージが与えられますということを並びましたのでえっと今それを使ってますということでここかな。 で,えー、でそれはこういうふうにこの部分っていうのはこう与えられますので,で結局このトレース対角はですからえまあこういうふうにえ与えられますね。従ってえっと解オメガというのはこうまいかなえっと解オメガという まず分局 P というのはこういう形である。従って海オメガというのは先ほど導いた式でこれこれこれですねプジションこの式でこの P がこう与えられますからこう与えられますから代入してやるとこうなりますよね。でそれをちゃんと書いてやるとまあここでですねこの先ほどえー R の AA と電気相極電気相極子の r a とか RBB とまたがってないものはですね2つの順位以下にまたがってないものはゼロなんでこれとかえっとこれですね第1項と第3項はゼロになって残るのはこれとこれだけです <laughs> でまあこういうふうに与えられましてこうなりますね解オメガというのはこういうこういう式で与えられます そこでえっと光を増幅する倍数がですね光を増幅する利得オプティカル原因っていうのをこれからまあこういうふうにまずはここで解電気感受率はこういう意識で与えられるっていうのは分かりましたでここでまあこれは電気相極子モーメント電極双極子モーメントですよねでえ共鳴している時にはこのオメガがここがほとんどゼロ共鳴状態ではここがほとんどゼロになってしまう。 いうことあとこれは上側の電子順位と下側の電子順位密度の差みたいなものですねこれ全体でのこれ密度の差でこれ全体の電子数なんで上側順位と下側順位の電子数の差差分になりますよね。でこうやって解が求まってで分極率解のイマジナリーパート分極率解の虚部っていうのはそれが正の場合は光を増幅する能力増幅する割合を表す光学利得を表しています。 一方負の場合この解の虚部がですね負の場合は光を吸収する減衰係数を表しているんだっていうこともこれもちょっと学部での電磁気学で習ったかと思いますけども高学率そうするとですねこのイマジナリーパー光学光を増幅するまあレーザーのようなもので光を増幅する光を増幅する倍数に光が入ってそれを増幅される原因オプティカル原因というものはこの分極率解のイマジナリーパートなんだと。 でこのリアルパートは屈折率ですね分極率下位のリアルパートは屈折率を表しててその虚部の方をこの分極率というのは複,複素数ですねその複素数のリアルパートは屈折率に関係するもの,ものでイマジナリーパートはそこが正の場合は光を増幅する原因なんだと負の場合はそれを光を吸収する逆に減衰する減衰常数を表しているとアルファというようなもので。<laughs> で利得を光を増幅する利得をまず考えるとこういう式で与えられるんで,でこの解を代入してそのイマジナリーパートを取ってやると解のイマジナリーパートを取ってやるとこうなりますね。であとこれをちょっと整理してやるとただただしこの屈折率これ μ とかはこういうふうにイプシロン分の μ はこうやってあってこの一般的にですね光学材料を今半導体のように光学材料を考えて磁性材料でなければ これは1ですよね大体まあ半導体とかなんかで考えれば非投資率は1と考えますのであとこの非有電率はまあ半導体のとか有電体の場合は屈折率っていう光に対しては光学材料に対してはこのルートイプションが屈折率なんですね。だからそういうふうにもうこれを置き換えてこれを屈折率で表してやればいいと <laughs>。まあ実際考えているのは光学材料。 ななんんでで半導体とかなんかですそうするとこの光を増幅するオプティカルゲイン光学利得っていうのはこういう式で与えられますということですね。でこの式を見てやるとこの式をまあ見てやるとゲインというのは順位 B と A に存在する電子数の合計っていうのはまあ単位体積あたり上側順位と下側順位に存在する電子数の合計は単位体積あたり NT ですよね。 電子密度でそれに順位 B の電子密度を NB と順位 A 下側順位の電子密度を NA とするとビービ b とかロー a a というのは電子分布の比率を表すのでこれですね。で電子密度これ電子上側順位に存在するあ電子密度にその電子の数をかけたのが上側順位の電子の数ですね。 でこれ下側順位の電子密度をかけたものは下側順位に存在する電子とかで上側と下側とを足せばまあ全体に存在単位体積型に存在する電子の数,数っていうことになりますね。したがって光学理得っていうのはまあこういう式でまあ第二してやるとこういう式で与えられて <laughs> まあこれで何を言ってるかっていうとまず電気総組織モーミングこれに比例するこれの人事上ダイポールが強い 電気即極子が強ければその二乗に比例して原因は高くなりますよ、まあこの辺は常数ですからねあと各周波数とか電気即極子モーメントの大きい倍数の方が原因が大きくなるしあとこれ共鳴状態当然オメガがオメガネアリーイコールオメガー a 共鳴しているとこの分母がゼロになるんでまあ一番原因が大きくなりますね。これれが共鳴から外れると この値が無視できなくななくくって原因は小さくなりますね。分母が大きくなって原因は小さくなる。だから共鳴しているオメガイコールオメガイ BA 付近で原因は大きくなるこれが0になるんで。と残るのは共鳴していればここは0ですから残るのはこれ,これですね。でこれとこれでここが消えて結局上側順位と下側順位の電子数の差ですねこれが効いてきますね。上側順位 NB がなるべくく大きくて NA が小さいつまり上側にたくさん電子がいて下側にはなるべくいない状態上側にたくさん電子がいて下側にはほとんどいない状態そうすると原因が大きいということがわかりますあとこれが双極心のそういうことが分かってきますね。で、そういう状態を作るにはどういうことか上側にたくさん NB が大きくて NA が小さいこの原因が大きな原因を出すためには上側に原子が大きくて下側に原子が大きくこれ逆だと NB の方が少なかったらですねえっと原因は小さくなりますというかむしろ損失あの損失吸収になっちゃいますね。でえっとこれ重要なんですけどポンピングを行わなかったらつまり熱平衡状態熱平衡状態サーマルエクイブル状態ではですね熱平衡状態ではですね電子分布っていうのはマクセル・ボルツマン分布に従いますので。 まあこういういマクセル・ルルボルツマン分布ですねママクセルボルボツマン分布って熱力学で習ったかと思いますけどまあエネルギーの高いレベルにいる電子の方が必ず少ないんですねこの関係から。通常の熱平衡状態にあるまあ二重因形に限らず熱平衡状態にある気体分子とかですねそういう状態で冷気されてない 状態にあるまあ光が当たってない気体ガスとか考えてやればいいんですけれどもそういう状態ですと必ず上側こういう分布に従えばですねこれがマクセル・ボルツマン分布ですので上側順位の電子分布っていうのはかなエネルギーの高い方が割合少ないですねだからこういう関係が成り立っているんで熱平衡状態での電子分布は NB 小なり NA ですからしたがって光学利得の値は負になってしまいます先ほどこういう関係が成り立ってますのでこれ負ですよねあとはこれ正ですよねオメガも正これ全部正ですからゲインはマイナスになってしまう光学利得の値は負になるつまりマイナスということはまあアルファ吸収、光が吸収されるということですねこれを光物性学では基礎吸収と呼んで光物性学では基礎吸収 普通のガラスとかプラスチックとかも自然界にあるまあ透明な倍倍数ガラスでも何でも窓ガラスでもそうですけども熱平行状態にあればまあ太陽の光が当たっていればそれは熱平行状態とは厳密には言えないんですよねでポンピングされてますからでもまあ普通こういう今日は雨の日で今さあの収録してますけども雨降ってる日とかほとんどまあ熱平行状態窓がありますけども目の前には。 それには光が当たってないなでまあ熱平行状態だから窓ガラスを通ってくる光っていうのは決して増幅されなくて吸収吸収が起こりますね外から入ってきた光はまあ吸収されて暗くなって弱くなって中に入ってくるんでまあこうやって蛍光灯をつけてるんですね蛍光灯中が暗くなってですね増幅されるんだったら部屋の外よりも室内の方が太陽光で明るくなってあの外よりも部屋の中の方が明るくなって。 いううな傾向となんか室内照明なんかいらないんですそんなことはありえなくてです普通はこういう熱性熱光状態にあれば光は吸収される一方じゃあ光を増幅されるためにレーザーのようなものは光を増幅する倍す数が必要なんですまあとでレーザーに関しては来週詳しくお話ししますけれども光を増幅する倍数が必要ですレーザーの場合は。 そのの場合とといいいうううはこういう状態を作らないとダメですね NB 代なり NA とこういう分布っていうのは反転分布っていってですね自然界自然現象熱平衡状態ではないその熱平衡状態を崩してやる非熱平衡状態を作る必要があるんですね。でちなみにこういう状態にな,ったらなると NB=NA っていう状態ひくるんだってこれは透明倍数が透明ですと。吸、え、収、ー、もバイスも まあ起こらないっていうわけではないけど等しい割合で起こるので光が吸収されるレートと増幅されるレートが等しくなるこうなったらその倍数は透明だということですね。<laughs> で今の話をですねちょっと物理的なモデルで考えてるとまあ分かりやすいと思うんで熱,熱平衡状態とポンピングによる非平衡ということでまずですね今の話っていうのはこういうふうにバケツ で考えてください上側にバケツ水をためたバケツがあるとで下側には大きなたらいたらいって皆さん分かりますかね、まあ、大きな水槽があるとしますねで上側に小さな水槽バケツがあるとしますで上側のバケツには穴が開いてて、まあ、ちょろちょろちょろ水が落ちますねで、えっと、これ熱的に熱的にこう組み合い非常に少ない割合だけども 上からの上側の水が穴が開いててちょろちょろ落ちるんですけども熱的に冷気される割合があるとでこ,のこの熱的に冷気される割合とこの自然放出の割合が釣り合うとそれを熱平衡状態っていってえ言いますね。これ上側順位これ下側順位の水これ上側順位の水上側順位にある水の数を NB 下側順位の水のここではで電子数ですけどねえ半導体中でまあ電子の数と考えてくるまあ分かりやすいように水でか。 水槽で考えてますけど上側順位の電子数と下側順位の電子数がこのこう普通は熱平行状態ではこの関係があるんでちょろちょろと水が出て熱的に冷気されるものとくっつり合って一定が保たれているところがですねこの強制的にポンピングをやるとまあ LED に電流注入をやる半導体レーザーに電流注入をやると強制的にポンピングすると上側の順位がグワッとこのポンピングによって上がりますよねそうすると勢いよく水が出るこういう状態これはもう 熱平行ではないです、ね、ポンピンピグを行うと強制的にポンピングをやるとエネルギーを加えてますこれを非熱平衡状態っていうふうにやってポンピングを行うとこういう熱平衡状態に対してポンピングを行うともう非平衡状態上側にたくさんの電子下側に比べて上側に多くの電子が存在するような状態っていうのを人工的に作ってやることができます。そうすると光が こういうい状態が作って光を増幅するこの勢いよくこのまあこれは自然放出ですけども外これから話す外から入ってきた光に対して共鳴して誘導放出ということも起こります。でそのメカニズムなんですけども光が増幅されるメカニズムこれが最後のスライドかな。でそれ以降次回はレーザーの話をします。これがもう最後のスライドです。で光の増幅のメカニズムっていう話をしますけどもまず 分極 P というのがこうのこ表されましたねそのリアルパートとイマジナリーパートがあってこのイマジナリーパートが光を増幅するこれが正だと光が増幅する負だと光が吸収このリアルパートは屈折率ですこれを屈折率を表している分局 P に光の電波がこの E が入射する場合入射電波に対してですねそれと共鳴する場合こう表されるこのイマジナリーパートこれがですね負の場合まずこれが負の場合ですね 負の場合どうなるか分局は入射光よりも0から2分の π イソが遅れて振動するとまあ外とこの分局電気双極式分局と外から光が入入射光 EI とえまあこう共鳴しているような状態でえこのイマジナリーパートが負の場合は これ,これえっとリアルパートとイマジナリーパートの関係はこれ線形応答は必ずこれクラマス・クレーニヒの関係って言ってますけどもこのこういう線形応答まあ制御回路でも出てきますよねクラマス・クレーニヒの関係はこういう線形応答を示すようなシステムのイマジナリーパートとリアルパートの間にはこういう関係がクラマス・クレーニヒの関係があってこれを微分してやるとこれだしこれを積分してやると こうこうなんなかなこれを微分にしてやると逆ですねこれを微分にしてやるとこうですねこれを積分にしてやるとこうなりますよねでそういうわかりやすい関係があってこのイマジナリーパートがこういう変化をするとリアルパートはこういう変化これリアルパートは屈折率ですこの共鳴しているところで屈折率がこのプラスからマイナス側に変化まあ誘電率と言ってもいいですけれどもでここでえイマジナリーパートが

分極は送れます,分極は送れますでこの分局によってですね放射される光の電波 ER というのはこれこれですねこれはえっとまあこのえ分局が存在する範囲としてデルタ Z 分極が存在する範囲としてこういう式で表されるんですけども。 分極に対してだだけ90度だけ度これアンテナのアンテナの分局でもそうですねアンテナの流れる電流とその電磁波の位相の関係もそうなんですけども90度遅れますですから外に出てくるこれ入射電波ですね入射電波とこの入射電波によってこの分局が起こってこの分局が再放射する電波っていうのは90度遅れてこういう関係があるんで結局外に出てくる これが入社電,電波に対して放射される電波との合成されたものがこのベクトルとこのベクトルで合成されたものがこれが出社出力電波出力電波ですねこの合成となるでそれは必ず入社電波よりも小さくなるますねで,それですから光は弱くなって減衰が起こるということですこのまああの リアルパートのこの場合吸収の場合は必ずこういう上側の順位の電子密度が下側順位よりも少ない関係ですとそれに対してですねえっと今度イマジナリーパートが正の場合イマジナリーパートが正の場合このイマジナリーパートが正ですとこれもやっぱりクラマスクレーンに関係でリアルパートはこういう変化しますね屈折率が。イマジナリーパートがのですね 虚部が正の場合はこういう変化してその時こういう関係が成り立っているっていうことが分かると思います。でイマジナリーパートが正の場合はですね今度この分極はですね分、ね、極は入射電波よりも位相が0から2分の π の範囲で位相が進んで振動する。 ことになりま,すまあこれで見てやると分かりますけどこの式からですねこれフェーザーで考えればいいんですねフェーザーで考えてやるとえっとまあこれが例えばサイメガティ t とかなんかでえ考ええーっと e に対してこれ,これがまあ電圧でこれがまあインピーダンスでしたかねこれがインピーダンスで,えでこちらが電流ですかねそういうふうに考えてやると 引火した電圧に対してこれがキャパシタかインダクターかですねこれが。で、えー、インダクタンスの場合は電電圧に対して電流が遅れますよね、えーまあ、実際にはそのこちらがあるんでその遅れる範囲は0から2分のだけで逆にキャパシタだと電圧に対して電流がいそが進んでるっていう関係があってそれと同じです。 入射電波に対してこの分極がこの,この値によって移相が進むか遅れるかっていう関係があってイマジナリーパートが正の場合は0から2分の場合これが正のイマジナリーパートが正の場合は入射電波に対して入射電波に対して0から2分の場合移送が進んでますね。でこの電極分極が放射される分極が放射する 光電波 ER と放射する電波っていうのはこれは同じように90度遅れますので,で入射電波とこの分極がこの入射電波によって振動した冷蔵された分極その分極が放射した放射電波との関係はこういう関係になってですから出てくる外に出力される電波っていうのはこれと入射電波とこの分極が放射した電波の合成ですよね。 ですからイ、e、ーアウトとしてはこういう意識で表されて入射電波よりもイ、e、ーアウトの方が強くなると増幅されるっていうメカニズムですね。<laughs> まあこういうふうに光の増幅のメカニズムが説明できると思いますね。であと位相関係もその入射電波とと属部の位相関係もこうやって表されますね。 必ずまあ放射電波に関しては必ず位相が遅れます入射よりもこう遅れる増幅の場合も,増幅の場合もです、ね、吸収の場合も位相はまあどちらも遅れ,遅れるんですけども入射電波よりも位相が進んで出力されるということはなくてですね0から90度の範囲必ず遅れます吸収も増幅もこ,こういうふうに光を増幅するメカニズムっていうのが 説明できるで次回はそれを使ってレーザーというのはこの光を増幅する入ってきた入射電波誘導放出ってこれが誘導放出というメカニズムですけど入ってきた光がですねこのレーザー分局によって放射が多くて光が強くなって出てくるこれが光の増幅ってレーザーの重要なメカニズムなんでその話を次回以降でしたいといレーザーというですね、まあ、来次回から少し話はまたやわらかく式、まあ、はもう出てきませんので。 えまあ今回前回今回と非常にちょっと難しい話をしましたけれどもそこはちゃんとこの光の発光のメカニズムを理解したい人はそういうところをえ勉強する必要がありますよっていうところをお話ししたところです。その中でどうでもいいよっていう人はまあ最初に言いましたようにパスしていただいてこの2回分をパスしていただいて来週からまたこのレーザーの話をしますのでえまたついてきてくださいというとこで はいじゃあ今日の話はこれで終わりにしたいと思います。情報ありがとうございました。